ストレーキ、ストレーキまたは、ストレーク、ストレークは、航空機の胴体や、機種の側面に設けられたフィンのことで、特に主翼付け根の前縁部分を前方に延長した。ものは、前縁付け根延長、レデニジルートエクステンション、略してラークス、または、レックスとも呼ばれる。翼の前後方向の長さが大きいものは、大イム改革時に渦を発生させる効果がある。 ラーックスはこの効果を利用し、発生させた渦を用いて、気流を誘導し、主翼周囲の圧力分布を整えることで、大無改革時における翼うわつの気流の剥離を抑えるものであり、失速速度以下での大無解隔飛行でも、機体の安定を確保できるようになった。また、ラーックス自体も渦により、揚力を発生させる。これにより、離着陸性能の改善。 急旋回時における失速の防止による旋回性能の上昇を図るものである。ラークスの最初の採用例として知られるのはノースロップ社の回マイナス5戦闘機である。本来は前円フラップの作動機の収納スペースを確保するためにこれを設けたのであるが偶然にもこれが離着陸性能の向上に役立っていることが発見された。この設計は ノースロップ社の自作 UF-17 試作戦闘機、及び、これを原型とする戦闘攻撃機械、A、A-18 にも採用された。海 -5 と異なり、意図的に設けられたラークスは巨大なものであった。これにより海 A-18 は、高翼面荷重の設計でありながら高い、離着陸性能と運動性を持つことで知られ、海軍艦載機として、多用途に活躍できる、 マルチロール機としての地位を確立した。ラーックスを用いた機体には、大無解閣を取った時や高起動時には、ラーックス上部に渦が生じて気圧が下がり、その後部に雲状の水滴が発生するのが確認できる。また、海マイナス5よりも若干開発時期の早いサーブ35ドラケンの主翼形状は、ダブルゲルタ翼と称しており、 ノースロップ社の開発したラックスとは全く関連はないものの、原理的には全く同等のものである。無尾翼機の場合はその形状のためフラップを採用することが困難なため離着陸性能に難があるのが欠点であるが、ダブルデルタ翼の採用によって大幅に改善している。その他、回 -15 の主翼付け根部分の膨らみもラックスと 全く同等の働きをしていることで知られる。応用として、BAE ホーク練習機の後期型では水平尾翼の前縁部分に、ラックスと同様のフィンを取り付けおり、これはスマーフ、側面装着式、下側付け根フィンと呼ばれる。欠点としては、空気抵抗が大きくなることが挙げられる。発生する渦が周囲の空気を引っ張り込み、 機体もこの流れに巻き込まれ後ろ方向への強い力を受けるためである。無尾翼機であれば尾翼がないことによる空気抵抗減少効果の方が上回るのだが、通常の尾翼付き形式で、かつ、特に巨大なラークスを持つ回、A-18 及び発展系の回、A-18E 回においてはその欠点が表し、小型、大水力の高性能エンジンを搭載してもなお目立つ。 加速性能の不足は、これらの機体の弱点として挙げられている。この欠点を改善する方法としては、ブレンデッドウィングボディ形式と併用して、胴体とラックスを滑らかにつないで、抵抗を減らす手法が存在する。M3 の高速を誇る偵察機、SR-71 は、ラックスとブレンデッドウィングボディ形式を併用した代表例である。-16 も同様であり、 回 A-18 よりも加速性能に勝っている。また、総垂直尾翼の機体に用いる場合、渦の発生位置と尾翼の取り付け位置を考慮して、設計しないと、ラークスで発生した渦が垂直尾翼を直撃し、気流が乱れたり、垂直尾翼を破損させる場合がある。その代わりに垂直尾翼の機器を、特に、大ム改革時の機器を高める効果もある。 回 -16 では、その影響も考慮し、単水直尾翼となっている。ラックスを可動式にするアイデアもあり、SU-57 では、エアインテーク前方にレベコン、リーディングエッジボルテックスカントローラー、全円下流制御装置と呼ばれる、可動式ラックスが設けられている。また、ミグ -29M は、ラックス下にクルーガーフラップが追加され、 公園の二重隙間フラップと全端フラップと組み合わせることにより着陸時の操縦性を向上させている。ただし、ラークスと全く同等の効果はカナード付きデルタ翼形式においても達成できる。その最初の例となったのはサーブ37ビゲである。小型のカナードを付加した程度では空気抵抗は大きくならなかったが、揚力の向上は明らかであった。 さらにカナード付きデルタ翼形式は CCV 技術の適用にも都合が良かったため、これ以降の多くの戦闘機に採用され、一時はこちらの方が主流になるかに見えた。SU-27 系列のカナード付けの機種や J-20 など、カナードとラークスを併用したようなものも見られる。しかし、全誘導式の全金属製カナード翼には、 後方の主翼の効率を下げる問題があることと、新たに捨てる姿勢を損なうという問題があることが発見されたため、イマナ二 -22 においては、通常の尾翼形式とラックスが採用されている。比較審査において、イマナ二 -22 に破れた UF-23 にも、ブレンデッドウィングボディ形式を併用したラックスが採用されていた。ただし二十二のエアインテーク横や、 u f フ -23 の機種横にあるフィンはノースロップタシットブルー由来の機体に鋭角を作らないことを目的としたステルス技術上のものである可能性が高い。ラークス以外のストレーキとしてはミラージュ2000のエアインテーク横に取り付けられているものやユーロファイタータイフーンのカナードと主翼の間に取り付けられているものなどが挙げらる。また、回 A-18 は 初期において、ラックスから発生した渦が垂直尾翼に直撃して、クラックが入るという問題が発生したため、上面の渦の流れの方向を変え、尾翼への直撃を減らす目的で、レックスフェンスと呼ばれる、ストレーキが、ラックス上部に、すべての回、A-18、AD 型に取り付けられた。なお、E 型以降は解説系により、渦の発生位置が変更されたため、 レックスフェンスは取り付けられていない。自動車においては車輪全部などに整流のために取り付けられる板状のエアロパーツがストレーキと呼ばれる場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。